タオちゃん、山崎健人です。山崎くんもこの間来てくれたね。あ、うん、土屋タオさんはどんな人ですか？一言で言うと、まあ、神様とか仏様、海とか大地、そういう壮大なものな感じがするんですけど、みんなでオレンジの撮影中にカフェに行ったんですよ。それ雨の日でみんな傘さしてて、お店に入る時に傘立てに傘をみんなこう畳んで適当にポン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 って入れて、そしたらタオちゃんが最後に畳んでて、自分のあ畳むんだと思って入れたら、みんなの分も出し始めてみんなの傘もちゃんとこう畳んで、あのピリッてなるやつに閉じて入れて5本全部やって、俺も近くにいたんですけど俺もやってもらっちゃってで、いや、いいやんなくていいよ、そんなのやんなくていいよって言ったら、いやいや、うん、楽しいから、いや楽しくはないやりたいからみたいなことを言って、いい人だなって思います